フラビウス・ヴェトラニオは、ローマ帝国の皇帝であり、コンスタンティウス2世の共同皇帝の地位にあった人物である。ヴェトラニオは、3世紀後半に、ローマ帝国のモエシア族州のほとんど文明化されていない地域で、低い出陣の両親のもとに生まれた。若い頃の職業は知られていないが、早いうちに軍隊に入隊したことは明らかになっている。彼は、読み書きができなかったものの、 無名の存在から急速に昇格し、最終的に、コンスタンス一世によって、イリュリアの支配を任された。彼はこの地を長きにわたって支配し、350年1月に、コンスタンス一世がサンダチシャ、三奪者マグネンティウスに殺されるまでには、人気があり、経験豊かな士官として知られていた。コンスタンス一世が死ぬと、彼の姉であり、コンスタンティノス一世の娘であるコンスタンティナは、 高齢のウェトラニオに皇帝の位につくように頼んだ。コンスタンティナはおそらくウェトラニオが自分自身と自分の家族を散奪者から守ることができると思い、ただ忠誠を得ておきたいと思っただけだろう。しかし、ギボンは関連する動機があったことを示唆し、彼女には計画に対する無切操で悪名高い野心があると考えていた。少なくとも、 自分の弟のコンスタンティウス2世はペルシアの王との危険な戦争に巻き込まれていたため彼女は弟の決意を疑っていたようだ。ウェトラニオミカドチ聖火のコイン。理面では皇帝がラバルムの旗を2本持っている。ウェトラニオは定位を受け入れた。コインには彼の名前とカエサルではなくアウグストスの称号が刻まれた。これらのコインからは彼が5年。 あわよくば10年は帝国を統治するつもりであったことがわかる。コンスタンティウス2世は当初、イリュリア人の皇帝が選出されたことに反対しなかったが、ウェトラニオはすぐにマグネンティウス特務、コンスタンティウスがペルシアとの戦争から帰還していたトラキアのヘラクレアの宮廷に施設として向かう途中、彼に対する統一戦線を結成した。ウェトラニオとマグネンティウスは彼に、 帝国の上級情報を提供し、マグネンティウスは自分の娘とコンスタンティウスとの結婚、自身と彼の妹コンスタンシアとの結婚を提案した。しかし、同時に彼らはこの皇帝が武器を置き、西部諸州に対する彼らの主張を認めるよう要求した。コンスタンティウスは注意深さという点では父親のコンスタンティノス一世に影響を受けたようで、 憤慨して申し出を断った。ところが、コンスタンティウス2世はウェトラニオへの敵意を隠すようにしており、マグネンティウスとの交渉を軽視しながらもウェトラニオの主張と称号を最もらしく認め、マグネンティウスとの戦争に彼を同意させたいと思っていた。決めかねていたウェトラニオは、ついにこの和解を受け入れ、コンスタンティヌス家と共に再び団結した。コンスタンティウスは、 ナイススやシルミウム、セルディカで戦争のためにウェトラニオと一緒に自分たちの力を集結した。コンスタンティウス2世はほどなく本性を見せた。350年12月25日、彼に交換を抱いていたウェトラニオ軍の将校が作った場面で、二人の皇帝は集まった軍団に話をするために法廷を設置した。 コンスタンティウスは強力な演説によって成功し、コンスタンティヌス一世への栄光を呼び起こし、イルュリア軍団に彼の唯一の皇帝を称賛させた。ウェトラニオは地面に身を投げ、コンスタンティウスの寛大な処置を懇願した。皇帝は年老いた将軍を手で優しく起こし、彼に父の名を授けて栄誉をとし、即座に恩赦を与えた。後に、ウェトラニオは、 平和的に役職を退いた。彼は、指揮を説かれたが、民間人として、ビチュニア族州のプルサードオリンプムで、終年金によって、残りの年月を過ごすことができた。さらに6年間生き、幸福のうちに死んだらしい。そこで生活していた際に、友人として、コンスタンティウス2世に、平和は私的な地位でしか得られないと伝えたと言われている。 ベトラニオの権力の獲得についての詳細は、フィロストルギオス3.22を参照。ありがとうございます。